つけたわね。二人とも絶対に逃がすんじゃないわよ。はい。油断しないようにしないと。私に任せなさい。魔界将ゴーエン。なんでです。力でプロセッサユニット装着完了。エイリン的に熱く熱く。私に任せなさい。魔界将ゴーエン。やるしかないんですね。エイリン的に怪我の治療は任せるです。回復です。私の番ね。もらった。もう迷いはありません。エイリン的にお薬を使うです。迷いはありません。行くことだけはできません。だからやるか。私に任せなさい。邪魔よ。熱く熱く。お薬ですよ。やるしかないんですね。高速剣舞ミラージュダンス。やられたいの誰？そこね。痛いです。エイです。注射器はいかがですか？私の番ね。覚悟なさい。患者さんはどこですか？ね、やられたいの誰？やるしかないんですね。LCDL だ。痛くないわよ。回復です。で、やられたいの誰？やるしかないんですね。MPDL が熱く熱く。お薬を使うです。で、やられたいの誰？全力でいきます。まだまだ熱く熱く。お薬を使うです。私に任せなさい。邪魔よ。やるしかないんですね。この間合いならアクアク。回復です。私に任せなさい。もらった。怪我の治療は任せるです。お注射の時間です。全力でいきます。はい。私の番ね。覚悟なさい。一戦。怪我の治療は任せるです。行くです。もう迷いはありません。はっはっ。で、やられたいの誰？痛くなんか。エイです。
やるしかないんですね。やっぱりまだまだだな。レベルアップ、レベルアップ。でこの調子でどんどん強くなるわよ。落とした、これだわ。これが宝玉ですか。よかった、やっと一つ目です。あとは結晶だけですね。早く探してケイさんに届けないと。そいつは無理だな。なぜならてめえらはここでくたばることになるんだからよ。また出てきた、しつこいわね、下っ端のくせに。何回抜けても出てくるなんて、下っ端さんは大変なんですね。やっぱりどの業界でも下っ端は労働条件きついんでしょうか。まあいいさ、そのふざけた口も今日で最後だからな。出な、秘密兵器。さすがに一人じゃ勝てないって分かったみたいね。こんなの連れてくるなんて。時間がもったいないです。女神化して一気に倒します。バーカ、そう何度も同じ手を食らうかよ。よ、こいつは女神の変身を封じるモンスターなんだよ。さあガキンチョの姿でせいぜいあがいてみな。まずいわね。コンパ、私たちが前に出るわよ。はいです。ちょっと待ったー。はあ、誰だ。いいとこで邪魔すんじゃねえよ。可愛い女の子たちになんてひどいことしてるの。その子たちは前々から嫁候補としてずーっと狙ってたんだから、これ以上ひどいことするならこのレッドちゃんが許さないよ。あ、なんだあの頭の湧いたガキは。女神様、将来の嫁のため助け立ちするね。話はこいつを倒してから後からゆっくりね。誰？魔界将ゴエン。
私の番ですね。覚悟してください。これでとどめです。患者さんはどこですか？注射の時間です。頑張るです。私の番ね。一戦ほら来た。何しようかな。えいくらえい。これでどうだ。やめてください。覚悟してください。治療は任せるです。注射器はいた。いい実験台発見です。私の番ね。もらった。覚悟なさい。また私たちな、あのガキただのバカじゃなかったのか。そう覚えてやがれ。毎度すがすがしいほどの逃げっぷりね。あの、ありがとうございます。おかげで助かりました。将来の嫁のためだもん。助けて当たり前だよ。それで、結局どちら様なんですか？どこかでお会いしたことあったですって。ああ、今回が初めてだよ。今回は？あたしはレッドちゃん。嫁を探してゲーム業界を旅してるんだ。そういえば聞いたことがあるわ。嫁を探して旅をしている不思議な女の子がいるっていう噂。ひょっとしてあんたのこと？おお、私って噂になってるんだ。私ってばすっごい。で、その嫁探しの女の子がどうしてこんなところに？まあそのおかげで今回は助かったんだけど、いつか絶対女神様を嫁にしようと思って3人がプラネティウムから出発したって話を聞いて追いかけてきたんだ。でもやっと追いついたと思った時にたまたま偶然大ピンチの女神様を見かけたのだ。え、私？これぞまさに天のおぼしめし、運命の出会い。やっぱり神様が私の嫁になることは運命だったんだよ。あの、何を言っているのか私にはさっぱり。そうだ、ねえ、私も一緒に連れて行ってよ。私の知らないところで嫁がひどい目に遭うなんて我慢できないからね。私の嫁なんだから私が守る。どうしましょう。まあいいんじゃない。腕は立つみたいだし。お友達が増えるのは大歓迎です。わーい、やったー。じゃあこれからよろしくね、女神様。あの、女神様っていうのはやめてもらえませんか？私まだ候補生だし。だから普通にネプリアって呼んでください。そうだよね、やっぱり嫁は名前で呼ばないとね。じゃあこれからよろしくね、ネプギアン。